今日はダンベルを使ったナローベンチプレスの解説をしたいと思います。よろしくお願いします。ナローベンチプレスはですね、上腕三頭筋の種目になります。で、一般的にはバーベルで行うことが多い種目なんですけども、今日はですね、ダンベルで行うナローベンチのお話をしたいと思います。で、ナローベンチプレスとはですね、その名の通り、ナロー、狭い手幅で行うベンチプレスのことを言います。で、主にですね、ベンチプレスっていうのは、だいたい肩幅よりも拳2個分ぐらい、広い手幅で行う種目になるんですけども、それをですね、肩幅よりちょっと狭いぐらい、拳2つ分ぐらい開けたぐらいの手幅で、行うナローベンチプレス。この種目はですね、上腕三頭筋の種目になります。で、このナローベンチプレスはですね、ダンベルをですね、狭く持って行うというやり方ですと、ちょっとやりにくいんですね。ダンベルで行う場合はですね、ダンベルを縦にくっつけて、この状態で上げ下げをします。では、実際にやってみたいと思います。まず、仰向けになってダンベルを持ち上げたらですね、こんな感じでぴったりと縦にくっつけてください。この状態、ここがスタートポジションになります。ここから胸に向かって下ろしていきます。胸につくまで下ろしちゃってもいいと思うんですけど、なるべく可動域をいっぱい使って、行ってください。ですので、ダンベルの大きさによっては、この辺までしか下ろせない場合もあるでしょうし、その辺はですね、ダンベルに合わせて行っていただければと思います。で、ここからですね、上に押し上げます。そして、肘を伸ばしきる位置までしっかりとダンベルを持ち上げます。で、ここからですね、ダンベルを胸まで下ろしてきて、で、下ろしたらそこから上腕三頭筋をしっかりと収縮させる位置までダンベルを持ち上げてください。この繰り返しになります。で、下ろす位置はですね、大体この辺りでいいと思います。あんまり上すぎると肘が極端に曲がりすぎてしまいますし、下の方だと今度上腕三頭筋から負荷が逃げてしまいますので、前腕が地面と垂直になるぐらいの位置でいいかと思います。これはリーチによって多少下ろす位置というのは変わってきますので、上腕三頭筋ですね、しっかりと負荷が乗る位置というのを探していただくといいかと思います。ここじゃない、ここじゃない、あ、ここだな、みたいな感じで、しっくりくる位置を見つけていただければと思います。ダンベルは、特に押さえつける必要はないんですけども、均等にこうずれたりしないように、ダンベルが平行に持ち上がるように力をかけていただければと思います。押して、上げて、絞る。押して、上げて、絞る。で、この時の注意点としては、手首をこんな感じで反らせていただいて、手のひらが天井を向くようなポジションで行っていただくと、上腕三頭筋にしっかりと効かせることができます。という感じです。上腕三頭筋の種目はですね、この種目に限らず、押す方向に対してしっかりと手のひらが上を向くように押すというのがポイントになります。で、今の場合ですと、上げた時はこうですね。で、下ろした時はこんな風にできないので、その辺はある程度この親指の根元あたりでダンベルを支えていただければいいと思うんですけど、そこから押し込んでフィニッシュの時はしっかりと天井を押すような感じで手のひらでギュッと押し込む。で、肘はちょっと上を向くような感じですね。こう内側を向けとくと三頭筋が収縮、最後まで収縮しにくいものですから、ギュッと多少肩が上がってもいいので、ここまでしっかりと三頭筋を収縮させていただければと思います。多少ですね、大胸筋の方にも効いてきますけど、それはですね、バーベルで行うナローベンチプレスでも
一緒ですので、まあ、押す種目である以上全く大胸筋を使わないってことはありえませんので、大胸筋と上腕三頭筋両方が効いてくるというのはごく自然な形になります。今日はダンベルで行うナローベンチプレスのお話をさせていただきました。ありがとうございました。